バカか俺は。全然釣り合ってねえじゃん。彼女の名前は夏川愛か。俺にとって史上最強の、天が二物も三物も与えた完璧美少女。いつか彼女と交際ができることを夢見て、日頃から熱烈なアプローチを欠かしていなかった。しつこくつきまとうからそうなるのよ。もう近づかないでよね。そんなんだともっと愛知に嫌われちゃうよ。そうだな、そう思う。え、どうしたの？今日まだ愛知と一言も話してなくない？お前ら何かあったの？なんでこんなあいつのこと。俺が距離を置くことで変わる何かがある。これからは振られた身として夏川を遠くから応援して幸せを願うとするよ。最低。でも好きなんだよね、夏川さんのこと。わかる。夏川は女神だから。可愛い。ちょっと勘違いしないで。そんなんじゃないわよ。自分を好いてくれる誰かがいるって嬉しくない？この間のことあれから話した？待て、そんなに褒めるんじゃない。やめさせないでください。佐城さん、大人っぽいだなんて。こういうところですよ夏川さん。近づくと夏服夏川の全体像が見えん。この変態佐城っちはきっと愛知にとって居場所の一人なんじゃないかな。だから次は愛知が頑張る番なんじゃない？どうした？そういえばあんたにも用があったかも。夢見る男子は現実主義者。